並びは同じですがスタイルが3対3と2つに分かれました。11レースポイントアップレース予選特選、進入員から1番、2番、6番、3番、4番、5番です。スタートしました。2コース1号艇深谷、2コース2号艇板橋、スロー3艇が好スタート。まず1マークインから先手を打つ1号艇の深谷、さす2号艇の板橋、握っていく6号艇の佐々木、2番差し3号艇の斉藤でバックスレッジ、インから堂々仕切った1号艇深谷智弘先頭、リードの方は4艇新半か、2番手争い2号艇板橋と3号艇の斉藤がほぼ並走状態、スタートは正常。1周の2マーク2番手先に運んでいく3号艇の斉藤、さす2号艇板橋、そして斉藤のうちを救って6号艇佐々木が直線コース。2番手争いは2号艇板橋が3艇身リード、3番手6号艇佐々木が2艇身半前、上位の体型現在1番2番6番です。これから2周の1マーク先頭で1号艇の深谷、2番手で2号艇の板橋がクリア、そして3番手で回っていくのが6号艇の佐々木で、内をつく4号艇杉田徳光は2艇審査の4番手か、3番手争いが焦点となりそう。スリットラを6艇通過してこれから2周の2マークです。2周の2マーク焦点の3番手争い、優位に運んでいく6号艇の佐々木、佐々木の内をつく4号艇の杉田、杉田の差しが6号艇佐々木を捉えるか、内側4号艇の杉田、外側6号艇の佐々木、ほとんど並走状態で時計前を通過してこれから最終周回の1マークです。最終周回の1マーク3番手争い、4号艇6号艇の争いに内側小回り3号艇の斉藤、握る4号艇杉田でバックスレッジ、3番手争いどうか、内側から3号艇斉藤も絡んでくるか、しかしながらアウトコース4号艇杉田、3番手争い一定新リードも3号艇斉藤にもチャンスがあるか、3連単124なら 9.3 倍となっています。これから最終コーナー、3番手争いは4号艇杉田から回る、内をつく3号艇斉藤は届かずの4番手、1番2番4番、1着で1番の深谷智弘がゴールイン、2着で2番の板橋、3着で4番の杉田がゴールイン、後方3番の斉藤、6番の近木、ラストで5番の石原がゴールイン。